ネクストジェンベストイレブン選出会議その2ということでございまして、ミルワカ井上マーでございます。そしてノーミルク佐藤でございます。そしてポール編集長の吉村さん吉村さんリハやったでしょ。リハやった川地さんお願いします。サッカージャーナリストの川地義樹です。はい、はい、ゴール編集長の吉村道夫です。いかわいらしい。にゃーもいますよ。にゃーも、ね、にゃーもいますね。よろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。前回に引き続いての2回目ということになりますね。ということですね、はい、今回は、今回も今で、川地さん編のベストイレブンをご紹介させていただきたいんですが、はい、まずその前にこのネクストジェンという企画ってっていうところから吉村さん、お願いします。はい、ゴールではグローバルで2016年からグローバルでネクストジェン、ネクストジェネレーション若手選手の企画をスタートしました。はい、ニャーにくすぐられてるんですか、はい、大丈夫ですか。すみません、ニャーが来たので今こう左手で落としました。はい。で、それでですね、まあ、過去にはドンナルンマとか、サンチョ、パティとかが選出されていまして、ね、日本からは2018年に久保選手、今年はレアルマドリーの中井選手が選ばれています。なのですが、やはりこの日本の私たち、J リーグからも選びたいということで、今年初めて J リーグ版を企画した次第です。じゃあ、ということで、我々選出、我々を見る若者の選出委員会に選ばせていただきました。我々がこの4人というかね、まあ、我々は先生が選んでいく。あれですけど、そうです。皆さんが選んだベストイレブンからまずご紹介いただくということで。うん、そうなんです。はい、ということで、こんなメンバーとなっております。どうぞ。じゃあ、吉村さん。はい。一気に紹介。よろしくお願いします。はい。ゴールキーパーが湘南ベルマーレの谷光成選手、はい。ディフェンダーが左から、サガン鳥栖の大畑歩夢選手。セレッソの早いですね。瀬古選手、西尾選手、はい、モンテディオの半田陸選手、はい、中盤の底が京都の川崎選手、うん、その前が田中聡選手、うん、松岡大樹選手、左が鹿島の荒木亮太郎選手、はい、右が徳島の宮代大選手、そしてワントップが上中朝日選手。いや、すごいすごい。前回も見せていただきましたけど、川地さん、これは強いチームですね。そうですね、これはかなりインテンシティが高いですよね。高いですよね、はい、中盤。これはもう必ず A 代表に食い込んでくるんじゃないかという感じでしょ、皆さん。うん、楽しみですよね、本当に。間違いないですよね。ワクワクしちゃう、もうこの試合が見たいですよ。間違いない。ね、で、この皆さんの。これは選んでよ、みたいな。いや、本当ですよ、見てみたいですよね。で、この選手たちの選考理由に関しては、まあ、パート1でもお話しさせていただいたんですが、うん、あとね、今、記事にもなっておりますので、そちらを皆さん、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ということで、今日の企画はこちらもそうなんですが、はい、今回はサッカーライター、サッカージャーナリストの川地さんに、ベストイレブン、選出していただきました。どんなコンセプト、どんなメンバーになるのかってことがやっぱり楽しみですよね、うん、はい。やっぱり独自の視点持ってらっしゃるってところがありますから、うん、もしかしたらダジャレとかも入れていただいたりなんてことありますかね。あ、そんなことないですか。どんだけ入れないようにするかが大変ですよ。なるほどな。ダジャレ入れちゃうぐらいな感じなの。素晴らしい。で、そんな川地さんに11年選んでいただきました。こんなメンバーでございます。ドン。どんなんだ。あ、フォーメーションが良いように。ゴールさんでは、3-3-3、3-3-2-2というか、そんな感じでしたけれども、はいはいはい、川さん、4-4-2になってますね、フォーメーションがね。さあ、一体どんなメンバーなのか、じゃあ、ゴールキーパーからお願いします。はい。野沢大志、ブランドン選手。おー岩手グルージャー、森岡の、はいはいはい、野沢選手すげえ。ちなみに理由はどんな感じなんでしょうか。はい、まあ、彼はね、 FC 東京の時から僕結構取材したりとか、アンダーでも取材したんですけども、ここからね、出場機会を求めて、うん、こうね、盛岡という地に、まあ、岩手に行って、はい、ここでね、しっかり出場機会を得て、しかも存在感もね、ありますから ね、 そうなんですね、はい、優勝争いしてますもんね、本当に、はい、守護神ですよ、はい、そうなんですよ、皆さん収録時点12月1日となっております。あ、そうですね、はい、いやー、なるほどね。高卒1年目ですもんね、彼もね。うん。でね、身体能力高いけど、もう、さらにハートもあるんで。確かに。はい、いやー、素晴らしい。なるほどでございます。じゃ続いて、今度、ディフェンスライン行きましょうか。じゃまず1人目、左サイドバックかな。こちらでございます。はい。バングナガンデ、カシーフ選手。うわー好き好き。はい、これ、東京組というかね、東京カボス組が。東京で。はい、来ましたね。来ましたね。理由はちなみに。ね、彼はね、怪我とかでね、
ちょっと出場試合が足りなくて、多分ネクストジェンとかでも、ちょっと投票ももしかしたら足りなかったかなっていうか、そのね、あのファンとかも選びにくかったかなと思いますけど、もうなんか元気な時のね、パフォーマンスは、もう本当長友優と顔負けぐらいで。怪我直前ちょっとやばかったですよね。もうフル代表になんか遜色ないぐらい。いやもう本当に素晴らしくて。で彼ね、あの、もともとね、本当にあのサイド駆け上がるだけみたいな選手だったんですけど、どん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 上手くなってね、判断力もついて、でね、笑顔が可愛いんですよね。確かに。だかそれこそあの、カシエフ選手、今年ね、このネクストジェンって企画が2000年の1月1日生まれ以降って形になってるけど、来年は2001年とかになると思うから、まだ来年も対象範囲内ってことで考えれば、ちょっと来年の左サイドバックは、なんてこともあり得るかもしれませんね。そうですね。それあと、このカバー範囲の広さ。あの文字がね、大きくなる。オザー大使ブランドンと、マグラガンドパシーフレの。川地さん、違うんですよ。文字列が長いから、カバーの範囲が大きいわけじゃないですよ、これ。あ、そういうことそのイメージあるな。でも、守備バッチリだな、サイド。ね、すごいな。なんだ、ライン割ってますからね、左側ね。やばいやばい。なるほど。カシーフ選手は月間表彰でインタビューしてますので、ゴールもご覧になってください。よろしくお願いします。ギター弾いてるって言ってました。え？ギター弾いてる。ギターを。クラシックですかね、エレキですかね。あ、そこまで聞かなかった。今度聞いてみましょう。ね、聞いてみましょう。うちに太鼓もあるって言ってました。ゴールの深めた取材ね。この間はだってザイオン選手のね、腰あん、粒あん、どっちかみたいなのを調べてますから。すごいなぁ。ならカシーフ選手演奏してほしいですね。あ、そうですね。確かにね。恥ずかしいから人前では演奏したくない。そうなんだね。そうなんだ。タイだもんね。いや、何人の前でプレイしてんだよ。確かに。プレイのね、意味が違います。確かにね。じゃ続いて、カズさん、センターバックお願いします。はい。一人目が木村誠二選手。うわあ、俺、東京が続いている。東京が続いてるぞ。東京続いてるな、これ。もう一人センターバックでお名前だけ言っちゃいましょうか。はい、もう一人。はい。聖夜選手。うわあ、俺、また東京違うけれど。違う東京のライバルの。じゃあ、二人のちょっと選出理由を。はい。あのね、木村誠二選手はね、まず京都にね、今年ね、来たんですよね。で、彼も、ちょっとなんか、甘く考えてたって言ってましたよね。あ、そうなんだ。使われるんじゃないかって、やっぱりこう J1 から J2 に行って、でも、やっぱそれでも、こう、競争に負けたりとかして、まあ、バイス選手とかね、浅田選手とかいるので、その中でどういうふうにするかって考えたときに、まあ、再チャレンジというか、なるほど、ね。まあ、J2 ですけども、よりまあこうね、残留争いで苦しんでるからに行って、うん、で本当に確立しましたからね。間違いない。はい。間違いなかった。ね、あの、千葉戦はい。86分ぐらいのゴール。ヘディング。はい。はい。で、あとね、桜川ソロモンとのね、競り合い、マッチアップ。この未来を感じる投手で。そうですよね。はい。これはド迫力でしたね。なりましたね。はい、その木村選手。そしてもう一人が、ベルギーの馬場選手ということで。はい。馬場選手は、僕もアンダー代表で、結構取材をしてて、うん、で、ヒゲのことを聞いたら、なんか、とか言って笑ってるんですよ。なんか、こう、答えらんないぐらい。でも、なんか、やっぱり、なんだろうかな、舐められないように、なんか、ヒゲを生やしてるみたいなことを言ってましたね。いかつくしてるってことですか。はい。はで僕ね、実際に取材するまで、馬場聖也って、馬場ハレルヤだと思ってて。あ、でも、そうですよ、お名前。ぶっ込むな、ご両親とか思ってて。なんか、普通、馬場聖也だったんですよ。そうですね。ハレルヤさんとかね、呼ばれがち。ハレルヤさんとかね。ハレルヤです。聖也さんですよ、皆さん。この並びは特にね、今そのみんなここに今の上がってるのはパリ世代の方々になりますけど、アンダーの代表でこの並びとかもやったことありますもんね。そうですね。ね、はい。すごい並びになってる、うん、そしたらじゃあ、あと右サイドバックですね。見てみましょう。はい。さんお願いします。成瀬俊平選手。おー、ここで J1 登場。はね。はい。成瀬俊平選手。右サイド、成瀬選手の理由は？まあ、彼もね、攻撃センスはもともと抜群だったんですけど、守備が課題課題って言われていたところから、こう、三笘選手とマッチアップしたりとかね。ありましたね。いろんな経験の中で本当にこう、伸びてきて、ちょうどライバルが宮原選手なので、そうですね。やっぱディフェンスのね、こうスペシャリストというか、
そことこう向き合いながらも、こうね、だん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 、はい、なんか成長してきて、で、菅原幸成選手がね、まあ、ライバルっていうか、早生まれので、そうですよね。選手は、はい。ユースの時も同じ学年ですからね、二人ともね。そうですね、学年は一緒なので、うん。うん、で、まあ、そこに追いつきたいっていう気持ちでやっているっていうのも、はい、聞いてますし。なるほどですね。うん、あとね、内田篤人ロールモデルコーチから結構教えてもらったりとかね。はい。はい、代表の合宿ではしてて、で、まず東京を見た方がいいよって言われて、もともとやっぱりこう近いところで、こうがむしゃらにやってるタイプだったのが、だいぶこうピッチを広く見ながらプレーできるようになったりとか、そういうなんかエピソードいっぱい。じゃ今年1年間、もしかしたら成瀬選手、ちょっと大人なプレイヤーになりつつあるみたいな感じで、ね、うん、そうですね。はい。いい意味で大人になってきたなっていうのは感じます。へ、え、ぇ、ー、はい、も良くなりましたね。期待だなぁ。こんなディフェンスラインでございましたと。じゃ続いて今度、ボランチ2名、じゃあ、お名前一気に2人、お願いしてもいいですか？はい、佐野海舟選手と、福岡新平選手。うわぁ !00 世代 J2 ボランチコンビ。はい、そうですね。じゃあ、まず佐野選手から。佐野選手はね、よくまあ、ダゾーンのね、実況とか解説の方も言ってしまうね。回収力が。つられちゃうんですよね。ね、はい、迷いあると思うんですけど、どうしてもね、だって本当に回収してますからね。そうなんですよね。そうね。だから即回収、普通なんかね、即時脱会とか言われますけど、即時回収って言いたくなって。言っちゃうんでしょうね。つられちゃうんでしょうね、やっぱりね。ここはそうです、素晴らしい。なんか名は体を表すですね。はい。もう彼に関してはね、去年とかもそうですけど、もう実の中でもダントツというか、もう上位にずっと位置し続ける、もうそれこそ、もう回収のスペシャリストにやっぱりなってますもんね。うん、そうです ね、でも、それに加えてね、攻撃面でもすごく良くなっていて、できてますもんね。本当に苦しいことかもね。うん。だボックスとボックスの選手になってきてますよね。そうですね。中盤で奪ってそのまま前にドンみたいな形も増えてきましたもんね、佐野選手ね。そうですね。なるほどです。はい。続いてお隣が福岡新平選手。はい。はい。まあ、京都サンガのね、昇格の立役者の一人で、うん、どうしてもね、川崎選手が話題っていうかね、注目になりますけど、やっぱり福岡選手も、まあ、その川崎選手とかをね、どっちかというと引っ張っていったようなね、ところもありますよね。そうですよね。あとは、久保建英世代で、うん、はい。アンダー17の時のキャプテン。そうですね。はい。してたので、で、だん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 こう、同世代の仲間たちが、やっぱりこう、出世というかね、うん、まあ、人によっては海外に行ったり代表に選ばれたりとかっていう中で鈴木統一選手やね、中村敬斗選手、うん、で彼本当になんか人間が素晴らしいんですよ、うん、人間素晴らしいっていうかこの知る限りね、はい、ゾーンで話したりとかする限りは本当に素晴らしくて、前向きででも謙虚で、うん、まあ、こういう選手が伸びてって本当になんかいつか代表とかに入ってってくれたら、うん、なんだろう、長谷部キャプテンじゃないですけど、あ、そういうタイプなんですね、うん、そういう風になってほしいなって、まあ、松岡大輝選手もそうなんですけどね。そうです、ね。はい。なんか歴代のね、アンダーの代表の監督の皆さんも、やっぱ、新平だったら任せられるみたいなね、うん。そんなエピソードとかもたくさん残ってる。新平ないなってね。ああ僕、それ言おうとしてた、今。ああ。つられちゃった。さすがですね。気に入っちゃった。回収の方に釣られてくださいよ。覚えやすい。すごいな、ありがとうございます。10番だ、ね。吉村さん、ちなみにいかがですか、ここまでボランチがこう、今見てきまして。いや、もうこちら納得です。そして、川口さんらしいセレクトだなと。もう、こう、私たちとは違う、ちょっとキラッと光るところから選んぼうかな、うん、みたいな話で。こうなったんですよね。なるほどね。話が弾む選出っていうこともあるんですかね、やっぱりね。なるほど。ちなみに成瀬選手は実は去年のベストヤングの月間表彰でも選んでおりまして、で、それからまたちょっと出られなくなって、また今年また花開いたっていうところもありますね。なるほど。だからやっぱそれはやっぱ内田篤人ロールモデルコーチのやっぱ言葉とかも聞いてる、ね。ロールモデルコーチ。なるほどね。はい。いや、そしたらじゃあ今度はオフェンシブミッドフィルダーの両さんの2人行きましょうか。川崎先生お願いします。左からでいいですかね。はい。樺山亮之介選手。おお、樺山選手。はい。そして鳴岡光選手。うわ、鳴岡選手。はい、バランス、すごいな。まず樺山選手からお願いしてもいいですか。樺山選手はね、まあマリノスでね、開幕、うん、開幕戦形でね、うん、お子さんのもとで、うん、はい、それでなんかもう、まあ、壁に当たったっていうかね、うんうん、本当に思い切りの良さはすごくいいんですけど、
やっぱりね、こうディフェンスだったりとかね、高いポジショニングだったりっていうところで、こう荒さも目立ちましたけど、でもモンテディオに行って、本当にこう視野が広がった中でも、でも良さは消えない。うん。うん。で、そう、すごい出てますよね。で、うん、いつだったかな、こう琉球戦で、こうビニシウス選手が、こう、なんだろう、並走してて、で、樺山選手がボール持ってて、はい。で、こうパスしたら、そっちフリーで、そのパートナーがシュート打てるな、みたいな時に、打っちゃったんだね、シュート。うんうん、で、相手のゴールキーパーにちょっと触られて、クロスバーに当たっちゃったんですよ。はい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 。で、最後勝てなかったっていう試合の後に、でもビニシウス選手のことは見えていたと。別に視野が、狭まっていたわけじゃなくて見えていたんだけど、ここでパスを出してるようじゃ、世界にはなんか行けへんみたいな。ああ、すごい。他に世間には行かれへんみたいなこと言ってて。それがね、関西弁でパンチの効いた、なんかインタビューの中で言ってて、このメンタリティはやっぱりね、で、それで彼がね、この後の成長で還元していって、やっぱりこう、モンテリオのサポーターにとっても、あの時はなんか必要な、まあ、失敗じゃないけど、プロセスだったんだなって、振り返って、うんうん、いるような、ね、試合になるといいかなって思いますね。あの山形はそれまでも7連勝ぐらいしてて、あそこでね、勝ってたら、またさらに勢いがっていうところでの勝ちきれない試合だったんですけど、うんうん、でもそれをね、また糧にしてね。なるほど。はい。山田選手、どん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 。バンバン仕掛けるから楽しくてしょうがないですよね。バンバン仕掛けるからね、本当に楽しいですよね。はい。すげえゴールもありましたしね、ヒールのやつ。ね、そうですね、さっきありましたもんね。うん、で、そんな、川山選手のこの反対側、鳴岡光選手。はい、こちらは、はい、いや、今回ね、キラッと光るイレブンっていう感じだった。いや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 、ここで出してきた。彼を選ばないわけにいかないでしょ。すぐ言う。はい、光るのね、意味がね、はい、前田大然選手とは違いますけどね。はい、いろんな意味で光ってますからね。そこ、はい、あ、まあ、そう、前田大然選手、存在感も光ってるんですよ。そうですよ。はい。鳴岡選手は、本当にまさに存在が光るって感じなんで、はいはい、名前も光るね。確かにそう。はい、で彼はね、本当になんか、こう、顔立ちがなんかディズニーキャラクターみたいな感じで。まあ、わかるけど。ピッター系なんですけども、でもね、本当にボールを持つとき、それから持たないときのオフの動きも、うん、なんていうかな、視野の広さ、それから判断、センス、本当抜群で、うん、で、清水エスパルスのね、育成、清水エスパルスもいろんなタレントこれまで生んできてますけど、はい、もしかしたら本当に史上最高の欠席になるかもしれないって。はい、出るぐらいの選手なので、それがね、どん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 こう発揮されていくとね、相模原でね、本当にこう残留争いの中ですごい存在感を発揮してますけど、さらにその中でまた強さを増していくと、さらに輝きを増すのかなと思いますね。いやー、これからもっと羽ばたいていってほしいですね、2人ね、ここもね、はい、いやいや、あとはラストじゃあフォワード最後に2人お願いします。はい、1人目は藤尾翔太選手。おー、右ですね。そして、はい、この一人が。もう一人が榎本逸樹選手。はい。松本山雅です。いやー、すごい。お二人のちょっと選考理由を。まあ、藤尾選手に関しては、はい、もう、ネクストジェンにいてもおかしくないぐらい。いやー、そうですね。はい。うん、もうね、水戸で本当に花開いて、まさにね、セレッソって感じで。まさに。セレッソの選手なんで。うん、はい。で、もう本当にフィニッシュもね、素晴らしいし、あと度胸もあるしね。確かにそうですね。はい、勝負強さ。うん。本当、このね、若さにして発揮してるのかなっていうところが、はい、もう理由ですね。パリ世代のエースになっててほしいですね。そうですね。はい。うん、もうそのパリ世代、まあ、いろんなタレントいますけど、はい、ソロモン選手とか。はい。でも、本当その中でも、本当に特にこう、もう期待の一人ですよね。はい、そうですね。そしてもう一人が00世代3人目ですね。佐野福岡、続きまして榎本選手。はい。榎本選手を最後に言ったのはちょっとサプライズ的な、はい、左から出てくるシステムになってます、はいはい、ね、そうそうそう。ちょっとなんかそこの、ちょっとね。大丈夫です。あうん、シンクロが。はい。で、まあ、彼はね、まあ、松本山が残念ながら J3 本格が決まってしまったんですけど、七海さんが松本山がの監督で途中から就任したときに、はい、最初は選ばれてなかったんですよ。そうでしたよね。それが、七海さんが2週間ぐらいトレーニングを見続けて、う
ずっとアピールし続けたと。で、1日2日ぐらい、こう、輝いてるというか、あの、調子がいいぐらいでは、僕はベンチ入りもさせる気はないけど、うん、うん。でも、もうずっと本当にアピールし続けてたらしくて、うん、うん。それで、ベンチ入りさせたんですよね。それで途中出場から、はい、チームを救うゴール。デビュー戦で。はい。決めて、で、本当にあの、前線での、まあ、背も高いんですけど、しっかりね、競りに行ける。うん。それから、こう、抜け出しもできるし。そうですね。はい。まあ、センスがかなりある上に、そういうなんか根性もあって。そうですね。はい。だから、やっぱり、前橋育英感ちょっとありますもんね。はい、前橋育英感すごくありますね。うん。はい、やっぱり。うん。だから、松本山がね、なかなか、こう、チームとして難しい状況の中でも、やっぱりなんか、なんていうか、戦う気持ちっていうか、まあ、別に、ね、みんな持ってるとは思うんですけど、特に変わりましたね。確かにそうでしたよね。はい、榎本選手、はい、本当は前線の選手だけど、一時期ちょっとね、サイドやってた時期とかもね、そうですね。ありましたけど、はい、なんか、その時期もあったのが、なんか全部こう、うまくというか、自分の成長の糧にされてるような感じがすごくあるし、そうですね。あと、ロングスロー、放れますしね。はロングスロー、はい、投げる。で、七海さんも、まあ、体調とかもこう心配して、いきなりこう、ボンボン投げないようにみたいなところもなんか気遣ったらしいけど、もう投げちゃったみたいな時もね。そういう若さもね、なんかいいなっていう。なるほどね。一応ね、これ今回の中で、榎本選手は、実は我々選んだのこの全体のノミネートのプレイヤーの中に入ってないってところはあったんですけど、やっぱこの最後の最後でやっぱり、ギュ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 こう、ぐーっとこう伸び続けてるってところで、ちょっとね、もうサプライズ的なこう選手になったと。いうところでございます。吉村さん、最後選ばれるために準備してたんでしょうね。はい、いつ来てもいいようにね。そう、本当に。ちょっと、ダジャレ。ちょっと努力ね、頑張っただけじゃなくて。ダジャレ入れ込んでんですよ。ダジャレ入れ込んでんですよ。いつ来てもいいようにね。気づいた上でなんですね。ここからね、なんか一気に来ましたよね。いつ。また見かけられた。そっか。母さんの、一気に来ましたね。そうなんですね。すごいなかぶせてきちゃった。吉村さんいかがですか？あ、ダジャレの話じゃないですよ。いやわかりますわかります。できればいい、はい、できればいいの方。で、もうそれぞれの個性が現れていて、いいと思います。そしてやっぱりこのカージさんの取材、細かい取材と、もう何でしょう。誰よりもサッカーを見る感じが出ているなと大変思いました。はい、ありがとうございます。ちなみに、鯖山選手のくるっと回ったやつのアシストは半田選手が。はい、あ、そうだ。そうですね。からね、うん、結構、あれは、狙って出したって言ってましたね。はあ、はい。あの足を狙ってあれを打てっていう、ね、パスだったってことですか？なんとかしてくれるだろうっていうので入れたっていう。やっぱり世代コンビネーション。素晴らしい。はあれがワールドカップで見たいな、そうですね。本当ですね。そっか。ということで、今回は、川地さんにセレクトしていただいたベストイレブン発表させていただきました。はい、前でも来ましたけど、これ、さっきのイレブンと戦ったらどんな試合になるんですか、川地さん。いやー、どうだろうな。今回ね、割とこう、キラッと光った選手を、用意したので、全体的な強度はやっぱりネクストジェンとかフェアボールの、はい、方が高いのかなと思いつつ、はいはいはい、ただ爆発力とかポテンシャルはもう負けてないなと思いますね、このメンバー。はいはいはい、はい、だからこれが何ヶ月後に戦ったらぐいっとまたこのイレブン来てるかもしれない。いやー、それもそれで見てみたいな。なるほど。森保さん、いや次森保さんの次の監督の皆さんよろしくお願いしますと。そういうメンバーですね。パリ五輪のね監督とかね。確かにそうですね。楽しみだな。2001年ですけどね、パリオリだと。そうですよね。はい、じゃあこのメンバーがね今度ねパリオリンピックもそうです。来年なんかもねちょっと楽しみに皆さん成長ね、していただきつつという形でございまして、はい、このベストイレブンシリーズパート2でございます。いや楽しかった。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ネクストジェンベストイレブン選手靴会議その2でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。